なんかお知らせが白いですね。今回はこちらをやっていきましょう。温泉のイベントですよ。なんかやっぱりこの背景がおかしいですかね。異種族が交流する温泉、つまりは異種族レビュアーズ、こちらですね。今回の配布キャラクターはこちら、はるみちゃんですね。夏のイベントにも登場しそうなこちらのはるみちゃんです。で、こんな感じで記念石も販売されています。去年なんかもそうだったんですね。こちらの確定ランダムチケットですね、つきます。こちらもご活用ください。対象はこちらの4キャラクターです。で、これは去年のでいいのかな。温泉復刻星5確定召喚チケット2022って書いてあるけど、多分これ去年のやつですね。で、今年はやるみたいですね。客入れもするのかなですね。キララファンタジアのサマーフェスタ2022が開催されるようです。会場もやっぱりあるんですね。こちらは、あ、客入れするんですね。こちら続報を待ちましょう。アイネさんの勇者の話がちょろっと出た、こちらのドラゴンですね。卵かけドラゴンが対象です。今回も色違いが出てましたね。ちょっと特殊な攻撃方法をしてきましたね。一人だけスタンさせてくるみたいな、一人だけスタンさせてくるみたいな、しかも攻撃がゼロなんですね。あれはなんか特殊な戦闘方法があるんでしょうか。で、今回のピックアップはこちらの1、2段形式ですね。この4キャラクターになっております。風呂上がりは風邪をひかぬよう体を拭くこと、私との約束だ。なんか商人みたいになってますね。こちらのアルシーブさんです。僕はこちらまで進めてありますよ。ではこちらのガチャを引いていきましょう。今回はどれを引いても当たりですね。で、こちらのキラキラ召喚なんかもあるので、よかったらどうぞ。異種族混浴温泉街キララパスポートですね、追加させていただきましょう。こちら行ける人は行ってみてくださいね。よし、いいですね。これキラファンのピックアップでも両方に分かれているんですね。ライネさん編と、これ勇者のライネさんなんですね。しかもアルシーブ編と分かれて、これどっちもいいですね。まずはでは僕の方は上から引いていきましょう。何でしょう。私もゆっくり温泉に浸かりたいです。花輪ちゃん来てくれましたね。ありがとうございます。意外と大きな輪にならないわね。って何見てるのよ。私はひずめの姿を直視しないように気をそらすのに忙しいのよ。すごかったです。次回も頑張ります。こっちのアカウントで多分星5初めてですね。アニマイルのキャラクター初めてです。ありがとうございます。花輪ちゃん来てくれましたよ。もうちょっと引いていきましょう。キララパスポートを追加した方はもう早期にこちらですね。今回のはるみちゃんですね、手に入りますよ。こちらも交換特攻になっています。交換しちゃいましょう。交渉成立。新たな出会いを。来た。これはいかん。やったぜー、ということでライネさん来てくれました。ありがとうございます。これはいかんぞ。ナイトなのに重装備どころか肌色が多いけど、ちゃんとみんなを守るから安心してね。でも温泉が近いせいかしら、この辺りって暑いわね。どうせこんな格好だし全部脱いじゃおうかしら。すごかっ
次回も頑張ります。これが伝説の勇者の時代のライネさんの装備なのかな。そうでなければかなり痛い格好ですけどね。ありがとうございます。ライネさんいただきましたよ。てくれたかな。あなたが味方になってくださるなんて。こっちも来てくれました。やったぜ。ということでアルシーブですね、当たりましたよ。筆頭神官、いや違う、ここでは新温泉名所開発局長アルシーブだ。皆の身の安全だけでなく健康面も守れるよう職責を全うしてみせる。すごかったです。次回も頑張ります。なんかアルシーブさんもだいぶキャラが崩れてきましたね。今はここまで来てますよ。ではこちらのキラファン組ですね、2キャラクター進化していきましょう。ではでは進化シーンをお見せしましょう。こちらですね。いつも通りだとこの感じで何かしら変わるっていうことですよね。見ていきましょう。どうなるんだ。飛行速度上がったかも。おお、こうだったか。なるほど。なんかちょっと武器として違うような感じもしますけど、こういう感じになります。面白いですね。そして花輪ちゃん、これがな、規制が入るかもしれませんね。進化しましょう。どうなるんだ。はい、動きにキレが出てきたわね。コミガのレアなんかと一緒ですね。後ろに2人映ってますね。このような感じになってます。素晴らしい。このアルシーブも結構劇中で激しい格好してましたね。どうなんでしょうか。見ていきましょう。鍛錬を欠かすわけにはいかないな。おお。続いてライネさんですね。もうこれ以上はさすがにないだろう。やっていきましょう。はい。基礎代謝上がったかしら。なるほど、こっちの方面ですね。素晴らしいです。どことは言いませんよ。で、結構古くからやっている方は多分知ってると思うんですけど、多分2日後ぐらいに何かやると思うんで、これの分の5000円分ぐらいはもしかすると取っておくといいかもしれないですね。